何ですか先生。これは噂のボトムジャーク用のバームです。へえ。開けていいですか。はい。へえ。新幹線みたいな流行りのなんかカバースキャットとはまたちょっと違った感じなんだね。いやもうなんすかねこれね。なんかいろんな部品ついてる。とにかく多分下に這うようなこうではなく、うん、こう前につんのめるような。これライギョですね。これビッグヘッド。ギミックがなんかいろいろついてるんですよ。このテールの上のこと。このヘッドのつんめりがこれが上。下。そう上。上で。これが水の抵抗を受けて下に行きつつ、このフィンとかも坂本と逆なんですよね。あ、本当だ。坂本はこうなんですよ。ああこれこうなんで、あとにかくこうつっつっつっ下に行くような移動距離を抑えたく下に。でなんかイメージ的に16ぐらいかね、やっぱね、この感じ。重いですし、かなり質量が16よりありそうだな。スリットもすげえ深いし、あ、本当だ。指爪隠れちゃうぐらい深い。小指なんて絶対隠れちゃうぐらい。結構いろんなこだわり入ってるね。これなかなかすごいですよ。これは全部盛りみたいな。あとはこのテールがどういうのを維持して、こういう。これはなんすかね。なんだろうね。あはあ。これは間違いなくストッパーですもんね。うん。このストッパー新しいよね。こういうのがついてるのは初めてかもしれない。そうですね、うん、どういう感じなんだろう。もはや泳がせないから、うん、謎のこういうパーツがつけられるっていうのは、うん、もうそこでズリッズリッズリッってズリッズリッズリッ、うん、レイさんのダメクジワーフ。ダメクジワーフ。ダメクジワーフ。1067円。1本200円。200円オーバー。なかなかですね。なかなか。鍋くじワーブ活躍をこうご期待ですね。